水着にリボンついてるの草は可愛いだろうがよ。何が草やねん。おむついてるから、ほら、このリボンと足、足の裏見して。なんかさ、足の裏フェチいるよね。足の裏フェチマジで意味わからん。足の方がいいだろう。でもさ、人には理解できないさものもあるよね。全員の意見が一致することなんてこの世界で絶対にありえないことだ。足の指の間とかもな。お前マジ？我が輩はね、結構ハフェチなんだよ、ね、ハフェチ。歯が尖ってるのが好き。わかる？好き。刃めっちゃ好き。自分はそうだけど、人の見るの好きだね。自分のやつはいらない。俺もメルちゃんにカプカプされたい。え、わかる。うわ、カプカ。じゃあメルさん、ちょっとこの配信を見ていますか。メルさん、もしこの配信を見ていたらコンカプしてください。我が輩いつでも首ガッて。いや、どうしよう。もしメルさんのスタジオとかで会う機会があれば、コンカプされやすい服着て、こうエロいやつ、エロみたいな服着てって。ここ、メルさん、我が輩のここ空いてますよ。会社で血吸ってもらおう。血苦手だけど、メルさん、ラプ様って吸血鬼だったの。全然吸血鬼じゃないですけど、中二病だから何にでもなりたいだけなの。